久保さん、今回、企業案件にしましょうか。まあ、マトリッカーア,アフリートね、まあ、一緒言われるでしょうね。まあ、今回ね、あのー、お金儲かりますよっていう企業案件ではなく、時計でございます。僕、インスタグラムもう5年ぐらいやってるんですけど、あのー、ある時、DM が来まして、時計の会社さんからね、すいません、よかったらこれ紹介してくれませんかつって言って、おい,いっすよ、みたいな。で、プレ時計プレゼントもらって、2万円ぐらいなんですけど、で、まあ、紹介したんですよ。 で、そしたら、なんか半年ぐらい経ってから、すいません、また新作出たんで紹介してくれませんかみたいな。マジっすか ?2 回目みたいな。2個もプレゼントしてくれんのみたいな。あ、いいっすよ、みたいな。で、この前ですね、あの、インスタの仕様が変わって、ちょっと LINE アットの方に登録してくれませんかみたいに DM 来たんですよ。あ、いいっすよ、みたいな。で、LINE アットで登録したんですよ。で、LINE アットに登録した瞬間、すいません、また紹介してくれませんか ?3 度目ですね。 また時計が送られてきますね。時計3個ですね。ただで。だから、2万に、定価2万2000円なんで、6万、6万6000円か。そうですね。僕、あの、時計、インスタグラムで時計とかやってないですからね。なだけど、まあ一応フォロワー、まあまあいるっちゃいるんで、あれですけど、まあ何が言いたいのかっていうと、あの、なんだ、あの、やってれば来るってことです。 やってれば、ちゃんとやってればね、そういうこと、そういう、来るというか、チャンスが来るってことですね。チャンスが来る可能性はあると。でも、やらなかったら、続けてなかったら、僕がね、インスタグラムね、4年とか継続してなかったらね、ないわけですよ。可能性ゼロです。で、昔3年前ぐらいにそのインスタグラムが僕、フォロワー2000人か3000人、2000人ぐらいの時にセミナーやったんですけど、多分、おそらくなんですけど、そのセミナーに参加した人、多分今やってないですね。まあ、これおそらくですよ。うん。 僕ずっとやってますもん。セミナーやった後からもずっと。でそのセミナーすごくて結構ね、まあ、インスタグラムも結構トレンドで上がってきたんで、インスタグラムで稼ぐ方法みたいなね、まるで稼ぐみたいなね、結構セミナーに来たんですけど、<laughs> 沖縄からも来ていただいたりとか、結構いろいろ来ていただいたんですよ。30、40人ぐらい来てくれて、特、ま、典、あ、も結構配ったんですけど。 多分ね、でもやってないと思いますね。まあやってたらねあの、頑張ってくださいって話なんですけど、セミナー開催した本人がずっとやっててね、これから学ぼうっていうね、これからインスタグラムで稼ぐぞっていう来た人がや,やらなくなるっていうね、この摩訶不思議な現象ですよね。何なんでしょうね。<laughs> まあ僕はずっと続けてますよ。まあこれからもインスタ続けて、今フォロワーが8240人。 年内には1万人行く施策を、これ今やってるんですけど、年内には1万人のフォロワー行きます。まあ y o u t u b e は僕ね、あの、登録者数諦めてるので、インスタは目ざ1万人は目指してます。登録者数、フォロワー。うーん。まあ実際企業案件も来てるんで、ありがたいことです。3回連続ですからね。すごいっすよね。<laughs> びっくりしてました。本当に。しかも本当おしゃれなね、感じのね。な,なんで僕に来るみたいなね。 だからこれはやっぱ僕の意図的に YouTube じゃできない表現を僕は Instagram でしてるんですよ。顔出し一切せずに風景だったりとか、なんかそのもう YouTube とは全く違います。だから YouTube で演出していないものを Instagram で演出してます。ただし本質的な、あの、ファンを作るっていうところは、本質は一緒です。だから結構ファン、Instagram の方もファンの方いるんですけど。 まあどう媒体が変わってもね本質は変わらないですしまあやることも変わらない計測してやれってことですねいってらっしゃい